感動必須。ナンバーアンダーラインアイ、INZM フルサイズ初披露。CDTV ライブでファン号9。止まらない進化に熱狂。ナンバーアンダーラインアイが現れる6時30分頃から、まるで時間が止まったような感覚が i l i z ズたちを包み込む。彼らの目には、一つの光景しか映っていない。それは、スクリーンに映し出されるナンバーアンダーラインアイの姿。 インターネット上でも話題は尽きることなく、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーライン CDTV やハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーライン INZM のタグが次々と投稿されていく。ファンたちはテレビの前で胸を高鳴らせ、期待に満ちた笑顔でその瞬間を待ちわびている。INZM フルサイズでのパフォーマンスが初披露されるこの日は、ILYZ にとって特別な日だった。 まるで自分たちの努力と情熱が報われる瞬間を共有するかのように、ファン同士がつながり、SNS は賑やかなコメントであふれていた。あるファンは、フル楽しみです、と興奮気味に投稿し、別のファンは、テレビ越しにヘドバンですね、と自分たちの未来を見据えたかのように語っていた。みんなが待ち望んでいた瞬間がついに訪れる。それはただのエンターテインメントではなく、彼らにとっては一つの人生の節目であり、 特別な意味を持つ日であった。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、一度見れば忘れられないほどのエネルギーと感動を提供する。彼らの動き一つ一つに込められた感情が、まるで視聴者を引き込むように画面を越えて伝わってくる。フルサイズのパフォーマンスが披露されるたび、ファンはその迫力に圧倒される。SNS でのコメントも増え続け、ファン同士がそれぞれの感動を共有し合う姿が印象的だ。 あるファンは、フルズマ楽しみにしています、と期待を寄せ、また別のファンは、お知らせありがとうございます。楽しみにしています、と感謝の気持ちを示していた。フルサイズのパフォーマンスは、ただ単に歌やダンスを披露するだけでなく、ナンバーアンダーライン愛自身が作り出す世界観を余すことなく体現する場である。彼らのエネルギーは、単にステージ上だけでとどまることなく、視聴者一人一人の心の中に深く刻まれていく。 その影響はただのエンターテインメントにとどまらず、人生における重要な瞬間として記憶されるものとなるだろう。ある日の夜、ILIZ たちは再び SNS に集まり、ハッシュタグナンバーアンダーライン I ア,アンダーライン INZM のパフォーマンスについて語り合う。その中で一人のファンが、INZM フルサイズ露を楽しみにしてますと投稿すると、他のファンも続けて、フル楽しみです、かしこまり ZM と同調する声が次々と上がった。 彼らは共通の情熱を持ってこの瞬間を楽しみ、そのエネルギーがまた次のパフォーマンスへと続いていく。一方で、ナンバーアンダーライン愛自身もその期待に応えるべく、日々努力を惜しまない。彼らのステージに立つ姿は、単にパフォーマーとしての一面を見せるだけでなく、その背後にある努力と挑戦を象徴している。彼らは一歩一歩進むたびに、自分たちの限界を超え、新たな可能性を切り開いていく。 その姿勢こそが、多くのファンを引きつけ、彼らの支持を集め続けている理由の一つだ。ファンたちはその挑戦をリアルタイムで目撃し、自分自身の生活にも影響を受けている。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを見て、励まされたり、元気をもらったりするファンが多数存在する。彼らのパフォーマンスは、単なる娯楽の枠を超えて、一種の人生の指南書のような役割を果たしているのかもしれない。 多くのファンがそのエネルギーを受け取り、自分たちの生活に反映させているのだ。その中で気になるのは、ファンたちがナンバーアンダーライン愛から受ける影響の大きさだ。彼らはどのようにしてこのエネルギーを日常に取り入れているのか。また、ナンバーアンダーライン愛自身もファンの声からどのような影響を受け、どのように成長していくのだろうか。パフォーマンスの度にファンが感動し、新たなエネルギーを得ている一方で、 ナンバー・アンダーライン愛もまた、そのファンの反応からインスピレーションを受け、次なるステップに向かって進んでいるのかもしれない。このように、ナンバー・アンダーライン愛とファンとの間には深い絆が生まれている。それは単なる一方的な関係ではなく、相互に影響を与え合う関係であることがわかる。ファンはパフォーマンスから影響を受け、自分たちの生活に活力を取り入れる。そして、ナンバー・アンダーライン愛もまた、 ファンからの応援とフィードバックを受けて、より素晴らしいパフォーマンスを提供し続ける。この相互作用があるからこそ、彼らのステージは常に進化し続けているのだ。そして、その進化の過程で、ファンたちもまた新たな挑戦に向き合っている。彼らが次にどのような感動を受けるのか、その期待は日に日に高まっていく。INZM のフルサイズパフォーマンスが披露されるこの瞬間、 ファンたちは再び心を一つにし、共にその感動を分かち合うだろう。ナンバーアンダーラインアイがこれからどのような未来を切り開いていくのか、それは誰にも予測できない。だが、一つ確かなことは、彼らのエネルギーと情熱が決して止まることはないということだ。彼らは常に新たな挑戦を続け、ファンたちと共に成長していく。その道のりは決して平坦ではないかもしれないが、 その先には必ず大きな成功と感動が待っているはずだ。ナンバーアンダーラインアイの進化はファンとの深いつながりに支えられているが、その背景には多くの課題と努力が隠れている。例えば、新曲の制作やパフォーマンスの準備において、彼らは常に新しい挑戦を求められている。音楽業界の変化やファンの期待に応えるため、彼らは自分たちのスタイルを進化させながら、 同時に自分たちの個性を失わないようにするという微妙なバランスを保つ必要がある。彼らの成長は、ファンにとってもまた重要な影響を与えている。あるファンはナンバー・アンダーライン愛の音楽に触発されて、自分自身の夢を追いかけ始めたという。例えば、彼女はもともとダンスに興味があったが、ナンバー・アンダーライン愛のステージを見てその情熱が再燃し、再びダンス教室に通い始めた。また、 別のファンは彼らの歌詞からインスピレーションを受け、作詞家を目指すようになった。こうしたファンの体験は、単なるエンターテインメントを超えた影響力を示している。さらに、SNS を通じたファン同士の交流も、ナンバーアンダーライン愛の存在がどれだけ多くの人々に力を与えているかを物語っている。例えば、ある日のハッシュタグナンバーアンダーライン愛ア,アンダーライン・ ZM のタグの下では、 ファンたちが日常生活の中でどのようにして彼らの音楽に支えられているかを語り合っていた。仕事で落ち込んでいたけど、ナンバーアンダーラインアイの曲を聴いて元気が出た彼らのパフォーマンスを見るたびに、自分ももっと頑張ろうと思えるこうしたコメントは、ナンバーアンダーラインアイが単に音楽を提供するだけでなく、ファンの日々の生活に深く根付いていることを証明している。しかし、ここで考えるべきは、 なぜナンバーアンダーライン愛はこれほどまでにファンに影響を与える存在になれたのかということだ。単に音楽やパフォーマンスが優れているだけでは、ここまでの支持を得ることは難しい。彼らの成功の背後には、個々のメンバーが持つ個性と、その個性がどうファンに共感を呼んでいるかが重要な要素となっている。例えば、平野翔のカリスマ性は彼の一挙一動に現れ、観客を引き込む力がある。 彼のエネルギッシュなダンスと情感豊かな歌唱は、まさにステージの中心に立つ存在感を放っている。一方で、岸優太はその真摯で謙虚な姿勢がファンからの信頼を勝ち得ている。彼の一生懸命な姿は、多くの人々に、自分も頑張ろうと思わせる力を持っている。そして、神宮寺優太はその冷静で優雅な立ち振る舞いで、ファンに安定感と安心感を与えている。 彼ら三人がそれぞれ異なる魅力を持ちながらも、ナンバーアンダーラインアイというユニットとして一つにまとまっているからこそ、ファンは彼らに強く引き寄せられるのだ。また、彼らのファンである ILIs たちは、単に受動的に応援する存在ではなく、ナンバーアンダーラインアイの活動に積極的に参加し、彼らをサポートすることで一体感を深めている。例えば、新しいシングルのリリースやツアーの発表があるたびに、 SNS で情報を広める活動が行われ、ファン同士で応援の輪が広がっていく。こうしたファンの活動は、単に楽しむだけでなく、自分たちがナンバーアンダーライン愛の成功に貢献しているという誇りを感じる機会にもなっている。このような相互作用は、現代のエンターテインメントにおいてますます重要な要素となっている。かつてはアーティストが一方的にパフォーマンスを提供し、ファンがそれを受け取るという関係が一般的だったが、 今では SNS の普及により、アーティストとファンが双方向で関わることが当たり前になっている。ナンンバーアンダーアダラインアイと I.L.I.S. の関係も、まさにその典型的な例であり、互いに影響を与え合うことで成り立っている。こうした関係性がこれからどのように発展していくのかは、興味深い課題だ。テクノロジーの進化によって、ファンとアーティストの距離がさらに縮まる可能性もあるだろうし、 逆にその距離が縮まりすぎることで新たな課題が生まれるかもしれない。例えば、ファンの期待が過度に高まることで、アーティストに対するプレッシャーが増すという問題も考えられる。ナンバーアンダーライン愛がこれからもそのバランスを保ちながら、どのように成長していくのか、そしてファンとの関係がどのように変化していくのかは、今後の音楽業界においても注目すべきポイントとなるだろう。では、 ナンバーアンダーライン愛の未来に対する期待はどこまで高まるのか。彼らはこれまで数々の困難を乗り越え、ファンとの絆を深めてきた。その過程で彼ら自身も成長し、さらに大きなステージに立つ準備を進めている。そして、そのステージに立つとき、ファンは再び一体となり、彼らを支え続けるだろう。最後に、この記事を読んでいるあなたに問いかけたい。あなたは誰かに影響を与えたり、 またたた誰かかから影響を受けたりした経験があるだろうかナンバーアンダーライン愛のような存在があなたの人生にどのような変化をもたらすことができるのかぜひ考えてみてほしい。そしてその影響がどのようにあなたの未来を形作っていくのか一度立ち止まって考えてみるのも良いのではないだろうか。